下尾号は、東日本旅客鉄道が、大宮駅西船橋駅、新奈良市の駅、海浜幕張駅間を、東北本線、武蔵野線、京葉線を経由して運行する普通列車の、愛称である。JR 東日本のグループ経営ビジョン、イドムで指定された、環状路線群、東京メガループの利便性、速達性の向上を狙い、本来は、南浦和駅、 武蔵浦和駅で乗り換えが必要な大宮駅と武蔵野線、京葉線との間を武蔵野線大宮支線を使用して直通する列車として2010年12月4日より運行している。また、同日の東北新幹線新青森駅開業を景駅として武蔵野線、京葉線沿線から接続駅である大宮駅へのアクセスルートの充実も見込んでいる。 武蔵浦和駅伊東は通常の武蔵野線と同じである。大宮駅は武蔵浦和を出るとすぐに武蔵野線本線から左へ分岐して西浦和支線に入り東北新幹線と埼京線の高架をくぐりながら上り勾配で本線をまたいで右カーブで分かれる。この区間は全線伏線かつ完全立体交差の三角線区間でありすぐに左から 西浦和駅付近で分岐した大宮市線が接近し合流すると再び新幹線、最強線の中浦和駅付近の高架をくぐり別所信号場を通過して大宮台地の斜面をトンネルでもぐる台地の円を通るため一度トンネルを抜ける区間があるが騒音防止のコンクリートボックスに囲まれており屋外とわからないまま次のトンネルに続く 東北本線の北浦和駅与野駅間で、東北貨物線の上下線の間に顔を出し、大宮奏車場で、湘南新宿ラインが通る東北貨物線に移り、大宮駅11番線に到着する。乗客を降ろすと、東大宮センターに改装され、出発準備を行う。東大宮センターを出た列車は、大宮駅では、宇都宮線の3番線に入る。 大宮で乗車を待ち、発車するとすぐに、宇都宮線上り本線と、平面交差して、東北貨物線に入り、大宮奏車場で、武蔵野貨物線に移り、与野駅の先で地下に潜る。朝夕のラッシュ時間帯に設定されている。大宮駅武蔵浦和駅間は、貨物線として建設された線路を経由するため、途中埼玉新都心駅と与野駅を通るがホームがなく、 停車しない。武蔵浦和駅海浜幕張駅間は各駅に停車する。早朝に運行される新奈良市の大宮、大宮海浜幕張の一往復、夕方に運行される新奈良市の大宮、大宮西船橋の一往復、夜間に運行される西船橋大宮、大宮新奈良市のの一往復の計3往復がある。平日と、と休日で時刻が異なる。なお、 朝の海浜幕張駅は、同駅到着後新奈良市のまでの一駅の運用を行う。乗務員、運転士は、蘇我海行く京葉発出所のみで運行し、東所沢電車区は、武蔵の号担当である。車掌は、埼玉車掌区と丸の内車掌区が担当し、南浦和から先は、埼玉車掌区担当となる。大宮駅では、 線路配線の都合上、駅構内で折り返せず、大宮駅11番線で乗客を降ろすと、大宮総合車両センター付属の東、大宮センターまで一旦改装されて折り返し、大宮駅3番線より発車する。大宮駅武蔵浦和駅間の列車番号の、アルファベットは M で、列車ダイヤで運行されるが、武蔵浦和駅海浜幕張駅間はアルファベットが E で、電車ダイヤであり、 一部の駅でしか、再事を行わない。また同駅間では、種別が、各駅停車となる。大宮駅の場合、列車は、南浦和駅で、東北本線を一度またぎ、武蔵浦和駅を経由して、大回りする形で、再度東北本線に合流する。大宮市線には、JR 東日本の営業キロが設定されているが、 この区間で有効な乗車券は販売されておらず、浦和駅、南浦和駅経由の乗車券で利用することになる。ただし、大宮駅武蔵浦和駅間を利用する場合において、大都市近郊区間の適用を受けるときは、最強線経由の乗車券で利用することになる。京葉車両センター所属の209系500番台、E231 系0番台の8両編成が、 使用される。2020年10月までは、同所所属の205系も使用されていた。ありがとうございます。